ウェスタ川越とウニクス川越地図。ウェスタ川越は埼玉県川越市に所在する埼玉県及び川越市の複合施設。川越駅西口近くに位置する。2014年春行、2015年3月に開館した。仮称は西部地域振興ふれあい拠点施設であった。完成後の正式名称は埼玉県部分が 埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設、川越市部分が、川越市文化芸術振興、市民活動拠点施設である。日本環境マネジメント、コングレ、NTT ファシリティーズ、テレビ、埼玉ミュージックで構成される、NEXT が、指定管理者となっている。埼玉県と川越市共同の大規模事業である、西部地域振興ふれあい拠点施設として整備された。 県と市の発表では、川越駅西口の2.4ヘクタールの用地に、埼玉県は、産業支援の企業交流施設、大学コンソーシアムのサテライト教室、川越地方庁舎、多目的ホールを、川越市は、市民活動センターオーケストラピットも備えた劇場を建設し、隣接地に民間の商業施設を建設するとした。当該施設によると、ウェスタの名称は、 埼玉県西部及び川越駅西口のウエストと様々な市民活動等が当該施設から始まるスタート等を組み合わせて作られた造語である。隣接して建設された商業施設部分はウニクス川越と命名され、テナントとしてヤオコーの島 MI プラザなどが入居する。ありがとうございます。